成田ビューホテルは、千葉県成田市小菅にあるホテルである。日本ビューホテル株式会社が運営する。新東京国際空港開港を見込んで、当地に進出したホテルの一つであるが、隠し問題で開港が遅れていたため、開港に先立つ1974年6月1日に、成田ファーストシティホテルとしてをオープンした。成田空港近辺の大規模ホテルとしては最も、歴史のあるホテルである。 建物は地上11階建てで上空から見ると Y 字型に3方に建物が伸びている。客室は496室、収容人数は1000名。近年はブライダールにも力を注いでおり、1000平方メートル以上ある庭園、ホレストガーデンには天と緑と風の境界を備え、本館1階には氷の境界、オーロラをオープンさせた。レストランは 和洋中を揃え、成田空港を望むことが可能なフレンチダイニング、ザトップは、ホテル最上階に有する。充実した施設と、サービスや便利な立地、格安な値段設定などが評価され、複数の航空会社が、乗務員の宿泊用ホテルとして、同ホテルを使用している。また、成田空港から出発の際に利用する、海外旅行客の需要も多いため、 宿泊と15日間まで駐車場無料のプランを用意していて、遠方からのマイカーでの旅行客の全泊、5泊の利用に対応している。ホテルの周囲からは離着陸する飛行機がよく、見えるため、飛行機の写真を収める人も多い。東関東自動車道、新空港自動車道の成田 IC すぐ脇に立地し、市内、空港の両方からのアクセスに対応している。空港、 市内までは無料シャトルバスが出ており2020年3月現在は両層グランドサービスが運行を担当している。かつてはホテルの敷地内に本社があったエアポートバスが担当していた。朝の空港行きシャトルバスは多い時は15分間隔で運行し、バスはすべて大型のトランクルームを備え付けている。ありがとうございます。